こんにちは、バイオリン弾きの卑弥呼こと原田真帆です。今日は皆さんに一つ伺いたいことがあります。あなたはキラキラ星を良い音程で弾く自信がありますか？キラキラ星というのはバイオリンを習う人でしたらかなり最初の方で出会う曲です。なんなら一番最初に弾いた曲という人も少なくないでしょう。すなわち一番簡単に弾ける曲として数えられる部類のものなんですけれども、果たして我々はキラキラ星を良い音程で弾きこなせるでしょうか？もしキラキラ星は良い音程で弾く自信があるという方は、今日はここまでで大丈夫です。お付き合いありがとうございました。よくね、生徒さんですとか視聴者さんからいただくんですよ。良い音程ってどうやって取ったらいいんですかって。だから今日は基本に立ち返って一番簡単な曲で音程のことを考えてみようと思い立ったわけです。不思議なことに、テクニック的には簡単と思われるこの曲でも音程について話せることいっぱいあります。こんな短い曲でも音程のことを考えるにはいろいろな音楽の知識が必要にはなりますが、今日はできるだけ噛み砕いて話してみようと思っております。それでは行ってみましょう。本日私ちょっと二丁調で弾きたいなと思うんですけれど、まあキラキラ星、皆さんご存知とは思いますが、念のため音確認しましょう。こういう曲ですね。では最初の音から見ていきたいんですけれども、画面に触れ出します。キラキラ星、旋律の音、それの周りには実はこんな和音が隠れています。隠れているも何も伴奏パートが担ってくれているんですけれども、この楽譜はいろんな音の高さを並べ替えて簡略化したものなので、実際にこのように演奏するわけではありません。ただ本日の動画の中ではメロディーの音がどういう和音に所属しているのか、それを分かりやすく示すためにあえてこのように書きましたこと、ご了承ください。この緑で書いたものが旋律です。そして赤で書いたのがその箇所を司る和音なんですね。このように全ての音が和音に当てはまっている状態をこの曲には見て取ることができます。まず最初のレの音、こちらはレファラという和音の中のレです。レファラっていう響きの中にいるレを旋律で使っていると考えてください。バイオリンの場合にはレは幸い開放弦がありますから、もしよくチューニングされた楽器をお持ちでしたら、このレはそのまま開放弦で弾けば心配はないでしょう。次のラも同じく開放弦で弾くことができますね。こちらどちらもレファラに所属しています。ただ立場が違うんですね。レファラという和音の中でレというのは根音と呼ばれる根っこの音と呼ばれるものです。対してラの方は第5音と呼ばれる一番上の高さのものです。例えばレファラというビルがあったと想像してください。レが地上階1階にいて、ラがいわばその2段階上にいるわけですよ。それっておのずと感覚が違うと思いませんか？もちろんね、建物はしっかりしてるから上の方にいてグラグラするなんてことはないんですよ。だけれども地上階にいるのと、まあ、上の階にいるので意識は若干違いますよね。それくらいの違いを感じていただけたらいいんです。ものすごい奇抜なことをする必要はありません。ただ
違うなということは分かっておいてください。さらに深いことを言えば、私たちバイオリン弾きっていうのは一番上の旋律を弾いているもんですから、伴奏パートっていうのはだいたい自分より低い音なんですね。それで今旋律で奏でている音の立場を決定づけるのは、一番低い音ベースで何が鳴っているかってことなんです。このキラキラ星の最初の下りでは、伴奏パートで一番低い音はレの音になるので、コーン音が下にいてくれてます。一番下にコーン音がいてくれるととても安定します。もし和音のうちのコーン音でないものが一番下にいた時、少し浮遊感が出ます。このように音によって立場が異なるので、例えばバイオリンの先生たちは伴奏譜をよく見てごらんなんておっしゃるわけです。音の立場を知るためには、その箇所で奏でられている全ての音を把握する必要があります。ではキラキラ星に戻りますと、一小節目ではベースでレが鳴ってくれているので、安定感があるレファラが奏でられていると分かりました。その安定感はそのままに、だけれども旋律の方はレとラの2つを奏でますね。実際にレからラにかけて、特にこの曲の場合は高さも上がってますから、その高低の差を感じながら演奏できると良いですね。さらに言うと、私が自分で弾く時だったらば、最初のレと2番目のレでは違うことを考えながら弾いています。1つ目のレを弾いている時は、次の音も同じ高さのレだなって思っているし、2番目のレを弾く時は次はラまでジャンプするぞって思ってるんです。こうしたことはよくレッスンなんかでは音の方向性なんて言われ方をしてですね、これニュアンスちょっと違うんですよ。一つ目のレ、二つ目のレ、どうだろう、 iPhone のカメラでどれだけ伝わっているか私にはわからない。だけれども生で聞いたら多分雰囲気が違うのは伝わると思います。そして同じくラも2回弾きますけれども、最初のラはレからやってきて次もラだなっていう感覚ですよね。次のラでは今度の音は違う和音になるぞという意識が働きます。さらに旋律で言えばもう一つ高い音に行きますから、上に向かっている、気持ちが上に向かっているラですね、シに行きたいラ。2小節目参りましょう。このシの音で初めて別の和音が出てきます。手書きのフレーではレソシと書きましたけれども、まあ言ったらソシレっていう和音のグループなんです。この詩はソシレに所属している詩なんですけれども、下から2番目の音、こちら第3音って呼びますね。さらに言うと、このソシレというのは最初のレファラから見るとレミファソとちょっと階段登ってるんですね。少し上に来るわけです。ちょっと腰が浮くような。私以前にも和音のことを解説する動画を出していて、その中では和音の詳しい名前を覚えなくてもいいから、和音の役割だけ3種類覚えてくださいと申し上げたことがあります。それはトニック、サブドミナント、ドミナントというメンバーなんですけれども、これ和音のお仕事ですとか役目のことをまあ説明することができる言葉なんですけれど、このソシレはサブドミナントというものにあたります。これまでトニックというこの曲この調におけるあの主人公のようなね、主要キャラクターの音だったんですけれど、このサブドミナントというのはですね、あのなかなかいい味を出すんですよ。サブドミナントの後は何の和音にもいけるんです。つまり可能性無限なんですけれど、だけどここでは次の音でさっさかトニックに戻ってきます。ですのでトニック、サブドミナント、トニックという一つの山がある。その山の頂にあるのがこの旋律のシの音なんです。音のシェイプもこう何かこう盛り上がりを描きたいですよね。そしてソシレに所属するシなんですけれども、ここでは
ソシレというのを並び替えてレソシという順番で使うんですね。レがベースに来るパターンなんです。このソシレのレが一番下になるってことは、つまりこのソシがこう上に来ちゃうんですよ。なんかジェンガとか想像してほしいんだけど、ジェンガをこうやって上に積み重ねちゃった感じ。ジェンガ下抜いて上に置くとどうなりますか？さっきよりちょっとグラグラっとしますでしょ。グラグラするっていうと悪く聞こえるかもしれないけど、そんなことはないんですよ。むしろずっとジェンガが動かなかったらどうですか？退屈でしょ。ですから演奏中少しくらい冒険に出ていただきたいんですよ。このシは今までの中では一番冒険です。この先にもまだまだ冒険待ってますけど、まず最初のね、第一歩踏み出してみましょう。さあ、シの話まだ続きますよ。しつこいって思った？バイオリンのテクニック的なことで言ったら、レとラは開放弦で弾けたけど、シの音って初めて指で押さえますよね。すなわち自分で音程作んなきゃいけないんですよ。このシの音どうやって作りますか？聞こえのいいシを作る。ごもっともです。じゃあ聞こえのいいの根拠は？音程って感覚の話だと思いますでしょ？実はかなり数値化できるんですね。で、私たちが心地いいと思うものと心地よくないって思うものは、まあかなり教育されてしまっているのであれなんですけれども、実は厳密に共鳴するしないっていうのは数字で答えが出てます。で、じゃあ我々が演奏するときに毎度その数字をメモリーでなんか測ってるかって言ったら違います。これは訓練によって自分の耳でそのハモってるところを判断できるようにしてきたわけだけれども、だから感覚によっているようでいて、実は根拠で裏付けもできるっていうのが音程作りなんですよね。チューナーは使わないけれども、だけど自分の耳でももう少し感覚だけじゃなくて根拠を持てるような音程の作り方、今から説明しますね。Okay、ここソシレのシだと申しました。ですから、まあ、簡単に言うとソとレとどちらともいい感じにハモるシの音をとってほしい。じゃあまずね、この音、隣にレの開放弦があります。一緒に弾いてみましょう。今合ってません。じゃあこれに合うシにしてみよう。いい感じにハモるシはどこかな。ハモりました。このシ単体で弾いてみましょう。先ほどのシより幾分下げてます。低いんです。このレにハモるシって低いんです。じゃあね、このシがソにもマッチするかチェックしてみたい。空いてる指を使ってこのシと一緒に弾けるソを探します。今アーセンの1を押さえてシ取ってます。デーセンの3にソありますね。このソをゲーセンの開放弦とまず合わせて良いソを連れてきます。はい、今良いソがいます。チューニングをきちんとしたはずならば、このソはレの開放弦ともぴったりのはずですから、つまり1オクターブぴったり上に合わせたソ、このソと先ほどのシがマッチしたら、これは嬉しいわけですよ。じゃあ弾いてみましょうか。ひどい音程だ。困った。そう、この実験から何を示したかったか、レにマッチするシとソにマッチするシが違うって話。こっからが腕の見せ所ですよ。じゃあね、ソにマッチするシってどんなんって話。こんなシですね。このシ、レの開放弦と弾いてみましょうか。さっきほどのバチバチのフィット感はないのよ。
どうするか。ソに合うシノがかすかに高い。レに合うシノがかすかに低い。この間のシを取ります。これくらい。これをふわっと弾くの。これでできたシが、エとソと両方となんとなくハモるし、そしてこれが私がこのキラキラ星の2小節目の最初で弾きたいシです。大変ですから、最初に申し上げた通り、キラキラ星だけでも音程の話たくさんできるってわけなんです。例えばこのシって隣のミと弾くと全くフィットしないんですよ。ミと合わせるんだったらもうちょっとC高くしたい。ってな具合に、一つの音をとってもいろんな高さがある。バイオリン奏者はこれを選び取ってこなきゃいけないし、経験を積むことで、それぞれの音にフィットするCの音を覚えることができる。私はその練習の時にこんなようなちまちまとした音程の話をしているわけですね。ここまでして初めて2小節を素敵に弾くことができます。それでは3小節目いってみましょうか。3小節目、最初の音、ソの音、これはドミソラに所属するソです。このドミソラの和音はドミナントと言われる役割があります。トニック、サブドミナント、今まで出てきました。ドミナント初めてです。よろしくお願いします。ドミナントはですね、強いキャラクターがあって、まあ、ドミナントって単語自体はね、英語なんかにもありますけど、支配するとかそういう感じです。この人出てきちゃうと何が起こるかっていうと、ドミナントの後には絶対トニックが来なきゃいけない。トニックが呼び寄せられちゃうんです。そんな和音。つまり音楽次こっちに行くよっていうのをもう引っ張られちゃうの。で、今まで和音が3個だったのに、レファラとかソシレとか、ここ4個です。オリジナルの形に並び替えるとラドミソなんですけど、ここではラドミソのうちドが一番下に来る。一番下のラが、ほらジェンガだったらこうやってポッて取って上に乗っかった状態、ドミソラってなってます。だから1個分浮遊感出るよって感じで、旋律が奏でるのはラドミソのうちソ、一番上の音ですね。4個目、ラドミソ4個目の音、これどうやってハモらせていきましょうかって話。これ難しいの、なんでかっていうと、こちらでご覧の通りソとラが2度っていうね、お隣のちょっとハモりにくい音なんですよ。ピアノの鍵盤でいうと白と白で隣、初歩の楽典だとこれは不協和音程と呼ばれて、ソとラはハモれないっていう風に思えるんだけど、2度ですらハモる2度はある。2度の中でもこれはハモってる2度。これ G 線と一緒に弾いてみようか。バチバチに合ってないの分かりますか？ちょっと高くなってるかも。ゼロとぴったり合わせるならこれくらい下がるかな。これでラと弾いてみると、さっきよりね、ちょっとぶつかっちゃう感じ。ここ絶妙なとこなんですけど、この場合はラドミソに所属していますんで、やっぱりラだけにバチバチにはめると今度ドミーと合ってこなくなるんで、バチバチにはめすぎない方がかえってうまくいくみたいな。強いて言うなら、バチバチにはまるとこと開放弦とぴったりするとこの間くらいを狙うのがよろしいかと。このように音程っていうのは、こことここの完璧を追求するとこっちとこっちが完璧じゃなくなるみたいなことが起こるので、均衡
考える必要がある。これをどう取るかはいろいろだけど、私は譲り合いだと思ってます。みんながちょっとずつ歩み寄ることで全体の調和が図れるっていうシーンありますでしょ。音程社会もそんな感じ。さて、音程の取り方はこんな感じなんですけど、このドミナントの和音、それ自体は支配する力がすごく強いので緊張感が高いとも言えます。過去の動画で私は信号機の赤だなんて説明したことがありますけど、まあちょっとこれ車を運転する感覚にはなってくると思うんだけど、青の間がリラックスだとすれば、まあどっちをねリラックスとか考えるか微妙なんだけど、走行中はねいろいろ気にしなきゃいけないことがあるからあれなんだけど、もし障害物とかがなくてストレートな道路を走っているだけだったら、青の段階で普通に走行するのって非常にこう安定してるんですよね、車を走らせるっていうのは。だけど赤の間ってむしろブレーキ踏んでなきゃいけないからちょっと緊張感がある。で、私はドミナントって赤信号に似てるなって思ってて、青信号待ちなんですよ。で、サブドミナントは黄色って感じだから、黄色がない赤青だけの信号でも私たちは意味を読み取れるけど、黄色があることでよりこうスムーズな交通できますでしょ。なんかこの緊張感を出したいっていうのがドミナントの、あのメインのお仕事なんですけれど、次の音に行きたいよって気持ちでこの嗦を弾いてもらう必要があるんですね。だけど嗦も2個あるから、1個目は次も嗦だぞ、2個目は次こそトニックに行くぞ、この2つの気持ちがありますね。これだけ弾くとすごく居心地が悪いっていう風になったら、いい嗦が弾けてるかも。で、次のトニックに行った時に緊張が解けると。この緊張と弛緩っていうのをうまく表すのが、あの西洋クラシック音楽のポイントです。だけどね、次トニックに行きました、トニックに行きましたけど、トニック今まで出てきたトニックレファラでした。ここもレファラなんですよ。だけど今度は初めてレファラのファを弾いてるんです。このファが問題なんだ。レファラ、レとラは開放弦でよかった。今度ファは私たち自分で作んなきゃいけない。レとラが開放弦じゃなかったとしても真ん中を取るのって難しいんです。先ほどちょっとその世界垣間見てますね。そうです、2小節目のシです。間に挟まるとき上下両方とハモる必要がありますから、いい音程探していきましょう。じゃあまずレとファを重ねてみたい。レはちょっとゲーセンの4をお借りしましょうか。このように開放弦と合わせてぴったりのレ、これが開放弦と同じレですね。これとぴったりのファ弾いてみます。こんな感じかな。このファのシャープ、隣の開放弦のラと弾いてみましょうか。ちょっとハモってない。これぴったりハモらせるには少しファを上げる必要がある。あら綺麗。ということは今のファとさっきのファの間、これが綺麗なレファラを出すポイントというか、ツボというか、そんな感じ。このファをこの3小節目の後半で出したい。こうするとトニックに行ったなって感じが出るんだけれど、だけどもね、トニックの中でも完全に落ち着いたトニックじゃなくて、ここでもベースはレを弾いてくれてるんだけど、私はファを弾いてるから完全に安心して椅子に座ってるっていうよりは、ちょっと中腰な感じね、まだいつでも立てますみたいな、背中はついてないよみたいな感じ。同じトニックでも和音のどの音を弾くかでこういうニュアンスの違いが出るわけです。だからこれをよいしょ
ってこうやってドカって座ってで弾いちゃうと、完全にリラックスして弾いちゃうとちょっとキャラクターにそぐわない、いつでも立てますけどみたいな、この浅く腰掛けてるくらいの緊張感は残してもいいかもね。次の小説いってみましょう。ミ、このミはラドミに所属するミです。ラドミ、このラドミの和音もドミナントグループから来てるんですけれども、ですから先ほどのドミナントと同様に、まあトニックに来たいよ、次が決まってるよという状態です。だけれども先ほどと弾いてる音は違いますので、また緊張感が違うんですね。さっきの方は音が4個使われている和音だったからより複雑、今回の方はラドミって言って3つだからちょっとシンプルな感じはする、ベーシックな感じ。さらに言うと次のトニックでレの音を弾きますけど、だからこのミはとてもレに行きたいよっていう雰囲気を醸し出して弾くとベスト。でもちろんラとドとハモってほしいんだけど、この外枠が一旦合うっていうのが大事だから、まずラとマッチするミを出すといいでしょうね。幸いなことに隣に開放弦ありますので、ラと合わせてみましょう。こんなミが取れました。このミ良いでしょう。このミを2つ弾いて、先ほどから言ってる通り1つ目と2つ目でちょっと変わりますよ。1つ目はもう1個ミが来るぞって思って弾く、2つ目は次こそレに行きたいよって思って弾く。あー、ついた。最後のレはレパラのレですから、今度こそこうやってふうってちゃんと背もたれに背をつけてリラックスして座れる感じ。この4小節だけでもこんなにベラベラしちゃった。そう、こんなに考えることがあるの。せっかくなのであと4小節お付き合いいただいてもいいですか。実質2小節分だから、それの繰り返しだから、ララソソファファミ、ララソソファファミ、だから実質あと2小節付き合って、レファランで終わった4小節目。5小節目はまたレファラなんですよ。だけど違います。そうです、弾いてる音が違う。さっきはレだった、今度はラになるっていうことは、ビルで言ったらフロアが上がった感じですね。まあ余談だけどさ、お住まいのフロアでなんか感覚違いません？いや別にタワマンの上層階に行きたいとかそういう話じゃなくて、なんか上のフロアのが空が近いなとか、下の方がこうね、あの地面に近くて落ち着くなって方もいると思うんだけど、なんかそれくらいの感覚の差は欲しいんですよね。さあ5小節目。そう、レファラのラ、レファラの中で一番見晴らしがいいところにいるんだと思ってのびのび弾いてください。次のソは何ですか。そう、ここでもドミソラのソです。さっき出てきましたね、ドミソラ。和音をこうやって考えると長い道のりに思えて苦しいかもしれないけど、最初丁寧にやればこうして後で応用が効くんです。ですから最初しんどくてもくじけないで、最初が一番時間かかるから、ここでドミソラ、先ほどのテクニックを応用してくればいい。先ほどどうやってソを取りましたっけ。そう、ラとハモるのとソとハモる、開放弦のソとハモるのの間を探してきた。この間、そして次のファに行きたいよっていうエネルギーを出しながら弾く。トニック来た、トニック来たけど、このパターンさっきもあったね。ファだから完全に落ち着かないでちょっと背もたれ離しといて。このファはどんなファを取ったらいいんでしたっけ。そうです、上とも下ともハモる、レファラ、レともラともハモるやつ。これの間、
この実はラドミの実です。そう、ラドミの実もさっきやってる4小節目の応用すればいい。さっきどうしましたっけ、ラに合うやつね。あら、できました。こうすれば5小節目6小節目が弾けるじゃない。これをもう一度繰り返せば次のパターンも弾けますね。音楽を2回繰り返すときは、例えば簡単なところで言うと A コーのようにして、最初を大きめ、次を控えめに弾いたりしますね。とにかく同じことを繰り返すのを好むようで嫌うので、同じ音とかは使うけれども2回目は何かしか違うアレンジを入れてほしいっていうのが西洋クラシック音楽によくありますので、まあキラキラ星のこちらの場合でしたらエコーのようにするのがいいでしょう。まあ他の方法でもいいんだけどね。そのようにすると5小節目から8小節目弾くことができます。そしてその後は先ほど丁寧に分析した最初の4小節のことを繰り返せばいいわけだから、これでキラキラ星全部の音程について検討することができました。これが分かったら今度は再現性を高めていけばいいわけです。そのためには地道な練習が必要ですけれども、先ほど一緒に取り組んだような他の弦の開放弦ですとか頼れる部分と重ね合わせたりして、いい音程を耳に刻み込んで、それで徐々にガイドがなくてもその音単体で出せるようにっていう風に練習をしていくわけです。それが私にとっていい音程を作る練習。今日のところは専門用語を最小限にしてご説明しましたけれども、それでも使った用語としてはトニックス、ドミナント、サブドミナント、こういったもの、あるいは和音の中の根音、第3音、第5音といったものでした。いずれの場合もその和音それ自体の曲の中での立ち位置ですとか、その音の和音の中での立ち位置ですとか、そういったものを理解するのに役立つ言葉です。作曲っていうのはこうして和音の組み合わせを考えた上でメロディーを作るパターン、あるいは素敵なメロディーに後から和音をつけるパターン、両方 いろいろありますけれども、演奏する側としてはもう両方分かってる状態なわけですので、こうして両方を踏まえて検証する必要がある。で、最終的にはまるでそんなことを考えていないかのようにスーッと美しく弾きたい。こうした音程の検証っていうのはまるであの白鳥の足です。白鳥がスーッて泳いでる、その水面下で足をパタ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 とさせてるような、そういう状態、人に見えない部分で、外側はもうあたかもスーッとこう静かに流れるように、そんな風に演奏したい。白鳥はそのバタバタと動かす足がなかったらあんな風には進めないわけですよ。ここは切っても切り離せない話なんです。例えばものすごく感がよくて耳がいい方だったらば、なんとなくね、理論がなくても、あ、このラはこういう風に高く取りたいなとか、このシはこういう感じにしておきたいなっていうのが分かっちゃうと思うんです。そういう方はこういう話いいですよ、しなくて。だけれどもみんながみんなそうじゃないから。ただ落ち込まないでほしいのは、じゃあそういう勘がいい人しか弾けないのかっていうと、そういうことじゃなくて、みんなができるようにするために偉い人が理論を作ってくれたわけですから、私たちはその恩恵にあやかって
こういったものをせっせと勉強していい音程取っていきましょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。もしこの動画が役に立ったよ、面白かったよと思っていただけたら、ぜひ高評価やチャンネル登録で教えてください。それではまた近いうちにお会いいたしましょう。バイオリン弾きの卑弥呼こと原田真帆でした。